月の8号を1台の車が軽々と抜き去った。ランサーエボリューション4、通称ランエボ4である。秋名湖でランエボのドライバー岩木誠二と須藤恭一に出くわす樹と匠。ひょっとして秋名に来た目的は秋名の86に挑戦するためじゃ。おいおい、冗談は顔だけにしておいてくれよ、レヴィンの少年。挑戦はねえだろ。もしあの86に会ったら一言説教してやりたいかな。もっといい車に乗り換えろってさ。86なんかに乗ってるやつはアウトオブ眼中。頼まれたってバトルなんかしねえよ。悠々と帰っていく誠司の態度に腹を立てる樹と、対照的にあまり気にかけない匠だが、須藤恭一率いるランエボ軍団エンペラーは群馬エリアの走り屋を総なめにしていった。約束通りそっちのステッカーを1枚もらおうか。なんてことしやがる、てめえら。俺のエボ4のリアウィングを半分に切り裂いた群馬エリアのチームのステッカーで埋め尽くしてやるぜ。そしてついに秋名にまでエンペラーが侵攻してきた。最新の装備で武装されたランエボに86は勝機を見出せるのか。俺がチームリーダーの須藤だ。秋名の86と下りでやらせてもらいたい。そっちからの要求はどんなことでも飲むぞ。その代わり、勝てなかった場合はチームのステッカーをもらう。なんか自信満々だな、あいつ。匠の実力を知った上であの余裕ってわけかよ。頼んだぜ、トップバッター。これはタイムトライアルじゃなくバトルだからな。エンジンのパワーが低い方が好きなタイミングでスタートできる。それが馬力の判定ってことだ。いつでも好きなタイミングで出な。気を抜くな、誠司。シミュレーション3で行け。本気か、京一。86相手にシミュレーション3？敵地でのバトルで勝つために京一が作った作戦パターンは3つある。相手が最も手強い時だけ使うのがシミュレーション3だ。なぜシミュレーション3になった？俺には分かんねえぜ。86に乗ってるやつはアウトオブ眼中。なぜだ、解体や寸前のポンコツの癖しやがって。その速さは何だ。何なんだこれは。ふざけんな。仕方ねえぜ。タイヤの食いつきが甘くなってる。イライラする。コンセントレーション乱れてしょうがねえ。
が甘くなってきたんです。イライラするぞ。コンセントレーション乱れてしょうがねえ。だけで何が分かるもんか。後ろについて走っていればもっといろんなことが分かるんだ。シミュレーション3で行けと言ったのはそのためだ。色裸の猿じゃねえんだから、ちっと頭使いよ。これでエンペラーの群馬エリア全焼はなくなったわけだ。いくら悔やんでもいっぱいが消えるわけじゃないからね。気を取り直して次は赤城。赤城さん決戦が終わるまでは誰もアキナの86のことは口にするな。一番頭に来てるのはこの俺なんだ。